2.5 ニュースをご覧の皆様、こんにちは。マルシャン役の笠原博です。こんにちは。ラウル役の山本良樹です。こんにちは。ルイーズ役の久保裕二です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まず、この作品に出演の、決まった時の感想を手短にお願いします。はい、感想はですね、この重さというものをどう伝えていけるのかなと、そこをとても難しく感じたんですが、重さというものは自分が軽くいないと伝えられないなということをとにかく感じております。はい、その思いで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まずこの作品を舞台化するっていうことを、聞いて非常にびっくりしました。どんな感じになるんだろう、これを3次元になると思って。だけど、原作の持つ魅力と、あと、作演出、脚色演出の倉田さんと、あと劇団員のみんな、そしてこの仲間を信じて挑んでいこうかなと思いました。はい、僕もですね、本当に作品の上演を知った時には驚きました。そして何でしょう、萩尾先生の作品で、女性役でメインをやらせていただくというのは初めてで、すごく生半可な気持ちでは絶対できない役で、本当に先輩たちと比べるとやっぱりキャリアもないし、本当に未熟なんですけど、全て出し切って、臨みたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではですね、お稽古に入っていらっしゃるそうですけれども、お稽古場でのエピソードを一つだけ話し合って適当に一つ決めてくださ、ね、い。みんなで、はい。ここはみんなで話して。エピソードなんかある？エピソード。で結構別にハプニングめいたものは特に今までないんですけど、エピソードね。エピソードね。この作品のテーマ自体はとても重いテーマですので、一人がハマるとものすごい長時間ハマるというのが結構、すいません、顕著にあって、いや違う、みんなそうだよ、いやもうみんなそうだよっていうのがなんかあるかなってすごい思いますね。そうです、エピソードっていうか、なんか笠原さん、マルシャン役の笠原さんとまたこういうがっつり組むっていう役をやらせていただくんですけど、本当にもう去年からずっと一緒に2人でやってて、なんかこのままいつまで続くんだろうってこの役がこの関係がいつまで続くんだろうなって、ちょっと逆に次の作品をどういう役からって絡むのかなって、なんかそっちのちょっと気にしちゃうぐらい、すごいね、奇世界人形にいろんな役になってこう絡んで、ね、こうコンビを組んでずっと一緒にいるな、確かに笑けてくるよね、それはちょっと本当去年1年からずっとで、今年年明けからもずっとで、なんかね、不思議な感じはしてます。こういうエピソードでよろしいですか？大丈夫です。じゃあ最後に、じゃあ締めの一言、公演 PR を、公演 PR、はい、最後に一言、 X スタンド見に来てください。